おはようございます。今日も室内のメダカも元気ですね。サンルームの方は残念ながらシンビジウムやランですね、この辺が終わってしまいました。まずは先日作ったドクダミエキスを使って殺虫剤を散布していきます。帽子にも自分の洋服にも嫌いな匂いをかけます。30度、水分で上にカバーつけていきます。通りサンルームの屋根にタープをつけました。これで7度ぐらい下がるんじゃないかなと思っております。ちょっと暗くなるのがね、非常に残念なんですが、しょうがないです。メダカちゃんと植物さんたちのためです。午前中雑草を取ったらいつかアジサイが落ちてしまったので、こんな感じで浮かぶようにしてます。元気そうにしてますね。今日はジャガイモをですね、収穫していきます。玄関前のアーチにはサルビアを置いて、そして新しく買ってきたディプラデニアっていうんですねが元気です。実際もこの通り黄色の花が咲く。こちらいい香りですが、まだちょっと早いみたいです。これにもどんどん出てます。こちらはお花がいっぱい咲いていて、メダカも気持ちよさそうです。裏側にわーっと出てきておりましたが、このような感じでこちらも花がついてきました。あまり日当たりが良くないのですが、育つ植物はあります。3月に花をいっぱいつけたジャスミンですね、すごく元気すぎます。そしてアジサイ、ガクアジサイですね、だんだん白から紫、そしてピンクへと変わってきました。非常にアジサイというのは面白いですね。花びれもすごくいい感じです。そしてジャガイモの収穫2箇所、1つ目がこれ、はい、こちら2箇所からですね、ジャガイモもう飛び出しているジャガイモもありますが、収穫していきます。非常にお天気が良くなりました。そしてこちらパセリ、イチゴ、バジル、パクチーと、こちら白い小雪というイチゴですね、順調です。そしてハイビスカス咲けばいいんですが、まだまだバラの花芽もできます。そしてついにビオラポット、6月末で終わりです。こちら見せ場屋ですね、ぶどう祭りですね。ぶどうが非常にたくさんなっていますが、収穫はまだあと1ヶ月ぐらいでしょうか。そしてこれ見てください、ねじり草っていうのかな、面白い花です。そしてトマトですね、全部に花が咲いて実が
始めましたので、今からが楽しみですね。そしてこちら見てください、紫式部の花が咲きました。こんな感じで咲いて、この後紫色の実をつけますね。この辺にも咲いています。そしてアナベルですね。青と白といい感じですね。ついに咲きました、朝顔さんです。朝顔さんが咲き始めました。1m50 を超えるルドベキア、ちょっと大きくなりすぎですね。ゼラニウムの赤、そしてここにも落っこってしまったアジサイ、赤ちゃんいっぱい泳いでます。こちらルドベキア、オレンジ、黄色、ピンクと、このピンクがカラーさんですね。美しいですね。素敵なセアにアイスバーグも咲いております。そしてラベンダーですね、ある程度降りましたがまた咲いてきました。この通り華やかですね。一番美しいのがこの真っ赤なエキナセアでしょうかね。非常に美しいです。そして白ピンクと咲いていきます。この辺はまだビオラが残っています。サガオ、雨がいっぱいありますので、この後はサガオの季節ですね。そして昼咲きの桃色、ピンク色がだいぶ減ってしまいました。シワバアジサイ、そしてアジサイ、そしてカクテル、こちらももう終わりでしょうか。ガザニアは10時ぐらいになるとこうやって開いてきます。そしてこちらまだまだ咲いてくれているトグルマソウ、トグルマギク、こちらアイスバーグ、こちらもよく咲いています。そしてこちら嬉しいのがライムですね。葉っぱが出てきたと思ったら花芽が出てきました。葉っぱもですね、この通りどんどん大きくなっております。そしてもう最後でしょうか、ホワイトセージですね。いや、天気がいいと気持ちがいいです。あの棚はずっと咲いてますね。もう最後になります。目を覚めのアカンサス、蛇口が可愛いです。ガウラもいっぱい咲いています。そしてガイラルディア、ガイラルディアがどんどん出てきましたね。そしてラベンダー、ちょっともう終わってしまいました。以上ですね。今日はジャガイモ収穫して、朝顔や紫式部が出てきました。非常に活気のある我が家の状況です。見てください。 Welcome。